次の作戦、ダムに毒をまくっていうのはどうでしょう。爆弾もよくない？次元爆弾とか。あ、これは落としましたよ。お待たせしました、バンプ将軍のさっと一品。みんな毎日お料理してる？ファーストフードばっかり食べちゃってない？今日紹介するお料理はそんな人にもおすすめの一品、フライドチキンのシチュー。みんなフライドチキンのセットとか買ってきて食べきれなくて残しちゃった経験はない？今回はそんな風に余ったフライドチキンを使ってシチューを作ってみようというわけ。じゃあ早速材料の紹介。まず市販のフライドチキン、1人分なら2つくらい。油の少ない部位のチキンを使っても十分美味しいよ。それに野菜、玉ねぎ、キャベツ、トマト、他にも家にある野菜なら何でもいいよ。あとは塩とコショウ、これだけで OK。 まずは野菜を食べやすいサイズにザクザク切っちゃって、チキンも適当に切って指でほぐします。もちろん骨ごとね。ここからいい出汁が出るんだから。切った材料を水を張った鍋に放り込んじゃいましょう。水の量はチキンと野菜が完全に浸るくらいに調節します。煮ると野菜からも水が出るから、あんまり入れすぎると水っぽくなっちゃうよ。準備ができたら火を入れて煮込みましょう。最初は強火でグツグツ煮立ってきたら火を弱めて、あとはコトコト焦らずに、吹きこぼれないように気をつけてね。じゃあこのまましばらく煮込みましょう。完成は番組後半で。お盆、それは古来より日本に伝わる伝統行事である。この期間、人々は生まれ育った家に戻り、先祖の霊を迎えるとともに日々の疲れを癒すのだ。そしてここ悪の組織フロシャイムもまたきっちり休みを取ったことは言うまでもない。しかも9連休なのだ。バンプスラー、バンプスラー、お疲れ様です。あ、おかえりドラゴンくん。お盆休みに旅行に行ってきたんで、お土産買ってきました。ありがとうドラゴンくん。よかったら麦茶飲んでいきなさいよ。はい、麦茶飲みます。やっぱりこれで飛んで。いえ、今回は東海道線で、居酒屋のバイトの南くんも一緒だったもんで。っていうか南くんが誘ってくれたんですよ。お盆休み何もすることないね。僕は青春18切符で名古屋にでも行こうかと思ってるんですよ。え、じゃあ東海道線でのんびり。いいね、たまにはそういうスローライフ的な旅も。よかったら一緒に行きません？え、いいの？で、楽しかった？楽しかったっていうか、あいて待て、すっごく大変でした。とにかく行きの電車が混んで混んで。すいません、くちばしガードしててよかったですよ。なかったら周り血だらけにするとこでしたもん。川崎から藤沢がラッシュのピークでしたけど、酸欠で一回大船で降りましたもん。ドルゴンさん大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。ごめんね南くん、これしてると息苦しくって。最近は帰省ラッシュが分散化してるっていうから余裕こいてたんですけどね。まあ半端なかったですよ。でも名古屋見物は堪能できたんでしょ？いやそれな、この味噌カツ、なんかスーパーで買ってきたやつみたい。通りで客がいないわけですね。下調べもしないで行ったんで、入ったお店がことごとく失敗しちゃって。それなら向こうでぐるぐるマップでも買えばよかったのに。そうそうなんですよね、今考えると。ガー、もうそしたらレッドのやつ鉄の棒でボコ殴りすんの。マジですか？ま、やだ。泊まったホテルの壁がビジネスホテル並みに薄くって、酒盛りして騒いでたらクレームの電話があって、フロントで注意されちゃいましたよ。HK のケーブル見ようと思ってたんですけど、どうやって見ろってんのよ、あんな壁薄くって。え、何？あ、まあ、あの旅がきっかけで南くんとはより仲良くなりましたけどね。そういうのが旅の思い出になるんだよ。ただいまー。あ、戻りました、バンプ様。おかえり。お、ドル。お疲れ様です。そっか、ドルも大変だったみたいだな。この盆休み俺たちも車で御殿場のアウトレット行ったんだけどさ、ライムに会いましたよ。え、誰が運転したの？あ、俺です、レンタカー借りて。え、ライムってどんな目？ほとんどこいつのせいなんだけどさ。はいはい、私が悪うございました。出発前は一番張り切ってたくせに、
絶対変わらねえ。みそっかさ後ろで十分だ。ほらほら、ケンジ、見ろうさ、ほら菓子こんなに持ってきてるぜ俺。ほらほら、いいだろうこれ、お前らもう少し静かにしろよ。ほらジュースも凍らせてきました。楽しいのわかるけどもう少し静かにし、ちょうだいちょうだい、うるさ、お前運転に集中できねえだろ。で、高速に乗る前に車酔い。さあ、そのチーズ。まったく、最初のうちは釣り上げられた魚みたいにバタバタしてやがったくせに。あ、こら、うさ、ポロポロこぼすな。世界征服企んでる怪人が何自動車の揺れに屈してんだよ。前こと世界征服企んでる怪人がトロトロ安全運転してんじゃねえよ、お前。サングラスして初心者マークなんかつけんな、お前。こんなレベル低いな、もうそれ大っ嫌い。やべ、なんか払いたくなってきた。さっきあれだ、凍ったジュース飲んだから。マジかよ、最悪だなもん。仕方ねえな、もうすぐ海老名のサービスエリアだから少し休憩するか。じゃあサービスエリアで休んでいったんだ。いや、それが海老名。マリ、じゃあちょっとトイレ行ってくる。あの、車止めるとこねえからその辺ぐるぐる回ってるわ。上にウザ飛んでるからそれ目印にしろよ。エビア、そしたら1時間経っても戻ってこないんすよこいつ。仕方ねえだろ、便所もすっげえレベルで混んでんだからよ。しかも男子トイレの台の方にババアが入ってきやがるし。やだ、いいのかしら。ほんとに女子トイレが混んでるんだからしょうがないわよね。ちょおばさんたち、あの、こっち男子トイレです。いいわよ、別に気にしないから。そうそう。気にして。そういうことじゃないでしょ、ババア。返す言葉がなかったよ、あきれて。ちょっと君たち、ダメだよ、ババアなんて言ったら失礼でしょ。で、結局駐車場が開かなくて、俺はサービスエリアの中まで入れなくてさ、名物のシューマイもメロンパンも買えなくてさ。まあまあ、目的は御殿場のアウトレットだったんでしょ。ええ、で、その後なんとかアウトレットまで行って一通り見たんですけど、特にこれといって買うものもなく。とりあえず靴下買ってきました。あ、そう。で、餃子屋があったんでそこで飯でも食おうかって話になったんですけど。あ、俺パスするわ。餃子は匂いがきついからまた帰りに気持ち悪くなると困っから。この一言で中止。仕方ねえから、俺とウサだけで虚しく露天のチョロス食って腹の立ちんでもしようとしていたら、ウサちゃんだ。いつの間にかウサに人がかりができてて、うぜえのなんのって。ほんと高速代払って何しに行ったんだが。それは大変だったね。ところでバンプ様はどっか行かれたんですか。いや、どこにも行かないよ。家でゆっくりですか。それが正解ですよ。ところがかやこさんが実家に帰省しちゃってね。その間レッドさんが朝昼晩のご飯目当てにアジトに入り浸り。あの、レッドさんはかやこさんの実家には行かないんですか。ああ、行くわけねえだろ。どんな顔してあんだよ、かやこの両親に。おい、枝豆。気の休まる暇がなかったよ。バンプ様が一番大変だったんだ。おしっこ。天体戦士サンレッド、これは川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。お待たせしました、さっと一品後編。それじゃあ早速前半の続きね。しばらく煮込むとチキンの皮が溶けてシチュー状にとろみがついてきたでしょ。いよいよ最後の仕上げ、塩コショウで味付けして。フライドチキン自体にも味がついてるからちょっと控えめにした方がいいね。はい、火を止めて、お皿に盛り付けて完成。フライドチキンのシチュー、熱々のうちに召し上がれ。残り物のチキンとは思えぬこの深い味わい。お好みでタバスコをかけても美味しいですよ。